森に潜伏中のリヴァイ班は拘束した憲兵からケニーの姓がアッカーマンであることを知る。さらにエレンとヒストリアの居場所を聞き出そうと尋問していたところへハンジとモブリットが現れる。そして彼らからクーデター成功の知らせがもたらされた。お前から預かった部下を死なせてしまったな。すまない。でも仇の鉄砲どもは君らで無力化したんだろ。いや、全部じゃねえ。その親玉とエレン、ヒストリアはまだ別の場所にいる。それなら手がかりがある。この戦いはそこで終わりにしよう。これはエルヴィンから託されたレイス橋領地の調査報告書。5年前レイス家を襲ったある事件について書かれている。そう、ウォールマリアが破壊された日だ。その日の夜、盗賊の襲撃によって村の礼拝堂が焼け落ちてしまったんだ。悪いことに、その夜はレイス一家が全員揃って祈りを捧げていた。ロッド・レイスを除く一族全員が盗賊に惨殺されてしまったんだ。ロッド・レイスは家族を失った直後に突然ヒストリアに接触を図った。この辺りに連中がヒストリアを求める理由があるのだろう。血縁関係か。その血に種か仕掛けがあるってのか。ハンジさん、二人の居場所の心当たりって。私が気になったのは礼拝堂が全壊したところにある。盗賊なら取るもん取ってさっさと逃げるべきだろ。もはや巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値はある。分かった、その礼拝堂を目指そう。了解。エルヴィンの働きを経て現体制の崩壊が宣言された。それは王と行政区を兵団組織が制圧した直後、彼のために用意されていた処刑台の上で行われた。人類を思えば。うん？あのまま王政に託すべきでした。彼らには
今日まで人類を巨人から生きながらえさせた術があります。人の人類が尊い。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。しかし、だったらなぜそうしなかった。それは私の理由を言おうか。昔から奴らが気に食わなかったからだ。君らがやらなくても私がくたばる前に一丁かましてやるつもりだったのだ。このクーデターが人類にとっていいか悪いかなどには興味がない。大した悪党だろう。しかしそれは君も同じだろう。君は死にたくなかったのだよ。私と同様、人類の命運よりも個人を優先させるほど。君の理由は何だ。次は君が答える番だぞ。自分はとんだ思い上がりをしていたようです。私には夢があります。子供の頃からの夢です。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいように記憶を改ざんされた。それは父が唱えた仮説です。シガンシナ区にあるイエーガー医師の家の地下室、そこに巨人の謎がある。そうだ、我々はその地下室にさえたどり着けば巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。いつか父の仮説の答え合わせがしたい。それが私の夢なのです。調査兵団はレイス家の領地にある礼拝堂に潜入。そこで地下へと続く隠し扉を発見する。その奥にエレンが拘束されていると確信した彼らは、敵が待ち構えていると考え慎重に罠の準備を進めていた。準備を待つリヴァイはミカサが同姓のケニーの親戚である可能性を指摘。ミカサは両親について話し始める。生前の両親の話では、父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、
お互い壁の端の山奥に追い詰められた同士が出会って夫婦になったのです。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは父にも分かりません。お前、ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことはあるか？あります。ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時ある瞬間に突然バカみてえな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいかわかるんだ。その瞬間が俺にもあった。よし、準備整いました。そうか。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ？良さそうだな。入ってきたか。まずは敵をできる限り内部へ。あれは一体何を？これはまずい。が邪魔で的が絞れない。総員3回複数で1人ずつ囲め。作戦続行、全ての敵をここで叩く。まだ燃えてない樽がありますけど、敵が邪魔で火矢を当てられませんね。兵長、樽の周囲の敵を排除してください。そうすれば煙幕を増やして援護できます。僕の手はもう汚れてるんだ。覚悟ならとっくにできてる。仲間を守るためなら、それが望まない選択であってもやらなきゃダメなんです。手間をかけさせやがって。ケニーはどこにいるんだ？この先には進ませない。お待たせ。ここからは私も行くよ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。私たちがケニーの元に着いたのは、無意味な世界と人生に意味を見出すため。ならば最後まで信じてみよう。この世界を盤上ごとひっくり返すというケニーの夢を。やりたかった。こっちからやらなきゃやられるだけだ。我々は諦めない。ケニーの夢を実現するまでは。先に進むぞ。よかった。ためらってる暇はねえってのに。ダメだ。よう、リヴァイ、本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんでな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニー、
やった。油断するなよ。奴を侮ると死ぬぞ。しつけえな。いい加減に殺されろ、リヴァイ。教えてやったな、相手を追うときは前ばかり見るなって。せめて一人敵に穴が開けば。最終防衛地点まで交代。もう邪魔すんなよ、ドジビー。落とせ。リヴァイたちがケニーらを追跡する一方、洞窟の奥ではロッドレースが巨人化し、ヒストリアは拘束されたエレンを必死に救おうとしていた。お？ロッドレース、あんな野郎巨人になりやがったな。ヒストリア！無事？ミカサ？俺はいい！兵長！早く逃げてください！うるせえ、ハンダ野郎！巨人だけじゃねえぞ！鉄砲を持った敵も飛んできてんだ！天井が…危ない。外れた。巨人化するか。いや、巨人の体程度じゃ防げない。ごめん、みんな。俺は人類の希望なんかじゃなかった。なんだ、悲劇の英雄気分か。初めてってわけじゃねえだろ、こんなの。ま、あの中飛ぶのはさすがに厳しいけど。私がエレンを。無理だ、もう逃げられない。じゃあ何もせずに、このままみんなで仲良く潰れるか、焼け死ぬのを待つの。私たちが人類の敵だから。毎度お前にばかりすまなく思うが、エレン好き。
きな方を選べ。遅い、さっさと決めろ。進みます。ごめんなさい、最後に一度だけ許してほしい。自分を信じること。Thank you.